ジュアンダ国際空港は、インドネシア、東ジャワ州の州都であるスラバヤ及びシドアルジョにある国際空港である。ガルーダインドネシア航空の6カ所ある拠点空港のうちの一つである。1964年12月7日に、インドネシア国軍基地として開港。名称は、空港の開発を支持したインドネシア最後の首相である、ジュアンダ・カルタウィジョ世の中から取られた。 その後民間航空にも使用され、1990年12月24日に国際線、ターミナルビルがオープンして国際化された。2014年にターミナル2がオープンし、2017年12月現在、ターミナル2は国際線とカルーダインドネシア及びインドネシアやアジアの国内線が、ターミナル1はその他の航空会社の国内線が使用している。 年間利用客数は1768万3955人。容量は600万人であるが、2010年に年間利用客数1100万人に達した。また、完成能力は毎時21機であるが、ピーク時には毎時40から45機が離着陸している。国内線、国際線、国内線 ABE、メジャー RI、エアポーツバースティング・アット・ザ・シームズ、 イニカ。ジャカルタポスト。httpww.tjacartapost.com ニュース2011-07-29メジャーリーエアポーツバースティングシームズイニカ。html 2014年12月29日閲覧。発見の破片エアアジア機の一部と確認12月30日20時56分 NHK オンラインまたミステリーエアアジア機が 消息不明に、マレーシア航空で二度、今度は、エアアジア2014年12月28日東洋、経済オンライン。ありがとうございます。